それではただいまから第37回バーサーロケットジャパン協定書調印式を行います。会場の方は検証の後半を行います。それでは西川会長よりご挨拶申し上げます。本日は第37回バーサーロペットジャパンの協力にあたりまして、先般高田支団長様にですね、協力の要請書をお渡しをさせていただきましたが、本日はこのような形で協力に関する協定書の調印式をさせていただくことができました。支団長をはじめ第二支団の皆様方、どうもありがとうございます。お世話になります。先般は旭川の冬祭りが終わったばかりでありますけれども、こちらも自衛隊の皆さんに大変お世話になりまして、期間中約100万人近くの方にお越しいただき、大成功に成功裏に終えることができました。これもひとえに雪像等の制作などに当たっていただきました第二師団の皆様方のお力添えがあってこそと思っております。まず感謝御礼を申し上げたいと思います。また今回は引き続いてまた早速バーサーロペットへの協力を快諾をしていただけたということでございまして、来月3月になりますが、こちらも旭川の冬の一大イベントとして毎年たくさんの皆さんに参加をしていただいている大会でございますので、実行委員会としても成功に向けて一生懸命準備を進めてまいりたいと考えておりますが、西南町の高田です。歴史と伝統のあるですね、バーサロペットジャパン大会に西南町とご協力できるということは光栄に感じております。一度引き受けたからには確実にですね、皆さんのご期待に添えるようにしっかりと理解対応して任務に配信させるというのが私の役目だと思いますので、また隊員たちはしっかりとそれに応えてくれるというふうに思いますので、また市民の皆さんともども引き続き西田の方よろしくお願いします。